こんにちは。エブルネットワーク東岡山店でございます。本日は岡山市中区長岡のアットホームタウン原をご紹介します。この物件は東岡山駅から500メートルと、とても便利な場所にございます。敷地もゆったりと取られているので緑も多いです。駐車場もゆったりと取られていて、ゴミステーションもございます。こちら自転車置き場ですね。 A、B、C と3棟建っていますけれども、ゆったりと間隔も空けられています。あちらにも自転車置き場ございます。では今日は201号室をご案内します。こちらテレビドアです。では中に入ります。玄関とても広く取られていますね。こちらシューズボックスですね。中を開けてみます。もちろん可動棚となっていますので、ブーツなども収納できますね。上にも同じように可動棚の棚がございます。こちらでも十分収納できるんですけれども、階段の右手側に収納庫もございます。こちらは靴でなくても日用品などストックしていくものを十分入れることができます。では2階に参ります。階段を上がってすぐにリビングダイニングキッチン 12.8 畳ございます。こちら窓が南に面していますね。では中に入ります。人気の対面キッチンですね。下にも収納がございますし、上にもたっぷりと収納ございます。スリット棚も少し調味料とか置くのもとても便利ですね。 IH クッキングヒーターです。こちらの物件はオール電化となっております。キッチン部分も奥行きがあるので、冷蔵庫や食器棚も十分置ける広さがございます。こちらはテレビドアフォンのモニターですね。形がとても正方形に近いので、配置が家具の配置がとてもしやすいですね。エアコンです。バルコニーも広めに取られております。すぐ向こうに24時間スーパーも見えますね。お買い物もとても便利な場所にございます。飲食店もとてもたくさんありますね。ではお隣の洋室 6.1 畳に参ります。こちらは壁一面が収納となっています。この収納は奥行きがあるので、お布団とかそういうものがたっぷりとしまいますね。こちらはお洋服がたくさんしまいますね。こちらのお部屋ですね。南側にお部屋、窓があり、収納もたくさんあるお部屋ですね。ではキッチンの北側の 6.1 畳の洋室に参ります。こちらも収納がたっぷりと取られています。こちらは奥行きもあるので、お洋服をかけるバーも2本ダブルでございます。
では次は水回りに参ります。こちらリビングを出て右手側ですね。洗面所となっています。広さも十分ございます。こちら洗面台ですね。もちろんシャワーもついています。こちらが洗濯機置き場で、横幅もあるので大きなドラム式も置けるかと思います。こちらお風呂ですね。こちらとても洗い場が広く使われているので、子供さんと賑やかに入ることもできると思います。窓もありますので換気ができますね。こちらの浴室は広さもございますし、乾燥機能や涼風暖房の風も来ますので、お洗濯がお天気悪くてお洗濯がなかなか乾かないときに助かります。明るくて広いですね。反対側に参りますね。こちらトイレになります。トイレも割と広めで、上に棚もございます。ちょっとしたものを収納できますね。もちろん暖房洗浄便座となっています。こちらトイレットペーパーとか少し置いておくことできますね。では最後に洋室の 6.9 畳に参ります。こちら2箇所に窓がありますので、北側ですけれども明るくて落ち着きますね。このお部屋にも収納がしっかりとございます。奥行きがあるのでハンガー板もダブルになっています。ちょうど窓の外も駐車場部分ですので、遮るものがなくてとても気持ちがいいですね。こちらの物件は 3LDK となっておりますので、子どもさんが複数おられたり在宅ワークをする場合にもお部屋にゆとりがあっていいかと思います。今日はアットホームタウン原をご紹介いたしました。